天津風、天津風、マ D、DG-163 は、海上自衛隊のミサイル護衛艦、DDG。日本初の艦対空ミサイル装備艦として、第一次防衛力整備計画に基づき、昭和35年度計画で一隻のみが建造された。現代武器システムの運用について、貴重な経験を提供したほか、船体、機関設計でも後に、多くの影響を残した。 艦名は、古今和歌集に収録された、創上返上の短歌に由来する、旧海軍の磯風型駆逐艦、天津風、影楼型駆逐艦、天津風に続き、日本の艦艇としては三代目。またこの艦名及び、ジェット気流からの連想により、現役中は公式のニックネームとして、ジェットコースターと称されていた。1957年、 昭和32年11月、来日中のアメリカ海軍作戦部長アーレイ・バーク、大将と海上幕僚長、長沢博史海将との会談の席上、海上自衛隊に対して、当時まだ米海軍でも配備前であった新鋭艦、対空サイルであるターターの供与に関する打診がなされた。これを受け、海事でもターターシステム搭載艦に関する検討が開始され、 1958年、昭和33年8月には調査団を派兵した。1959年には、これらの調査、検討は、海上幕僚幹部による正式業務に移行し、これを受けて、ターターシステム搭載艦は、昭和35年度計画艦として、予算成立にこぎつけた。これによって建造されたのが本艦である。当初は、秋月型護衛艦をベースとした、 基準排水量2600トン級で基本設計が行われていた。しかし派遣調査により、この規模では収まらないことが判明。数字にわたる解説計作業を経て、1962年夏、基準排水量3050トン、機関出力6万馬力の基本計画がまとめられ、同年度予算において、この間型拡大に伴う建造費増額への手当がなされた。 しかしこのような経緯のために、後期は大きく遅れ、機構は当初予定の1961年10月に、対して1962年11月、収益は1963年8月に対して1965年2月15日となった。なお、計画当初は、対空攻撃護衛艦 DDC と称されていた。設計にあたっては、当初は、 蒸気の通り焼き付き型に版を取る予定であったが、結局、計画年度において1年先行していた、イスズ型、34でで新採用された、スペースベースの手法を踏襲することなり、従来艦よりも、艦内容積が拡充された。艦型も34での拡大版で、2層の全通看板を有する交換芸の車艦看板型が採用されている。 この艦型は非常に成功したことから、これ以降の多くの護衛艦において、さらに踏襲された。またこのような艦型の拡大に加えて、両派性をさらに向上させるため、全艦板には強い視野が付された。なお、この艦型拡大の副産物として、海に一人当たりの居住面積は2.5平方メートルと、わずかとはいえ、34でよりもさらに拡大できた。また、 電子機器の冷却が主眼だったとはいえ、開示発の全環空調方式が採用されたことで、居住性、作業性は一層向上した。上部構造物は前後に分割された。全部の環境構造物は煙突及びマストと一体化されており、スターダーの式完成区画を含む CIC を収容することから3層の大型構造物となった。 公開環境は34でで採用された両原ウィング付け閉鎖系をさらに機能的にしたもので以後の護衛艦の基本型となった。最上部の旗艦板全部には防空式書が設置されている。一方、後部上部構造物はほとんどすべてがターターシステム関係の設備となっている。搭載艇は dd の標準である7.9メートル型内貨艇2隻と7メートル型カッター1隻とされた。後部構造物源に内貨艇、左源にカッターが搭載されており、残り1隻の内貨艇は、船体内高端左源に設けられた内貨艇格納庫に搭載された。これは、ミサイル発射時のブラストを考慮したものであったが、本艦のみの方式となった。としては、当初は、 船体設計と同様に、初代空気好型のものを踏襲する予定であったが、艦型拡大を補うため出力増強が求められたことから、より強力な3万馬力の蒸気タービンが導入された。しかし、蒸気正常は、同型と同一、圧力、温度とされており、将来戦闘艦を見据えて、高圧、高温化を志向した試行した試み紙を結ぶことになった蒸気発生量は、 強化されて120トン、字となった。また機関区画配置についても、同型のそれが踏襲されている。なお本艦は、国産護衛艦では、最速の艦でもあり、その記録は現在まで破られていない。本型では、ターターシステムの代償用電力を賄うため、主発電機として、出力1 0 0 0 k v ア、800kW の蒸気タービン駆動発電機を2機、 低迫用として 250kV アンペア、200kW のディーゼル駆動発電機を2機、非常用として、同出力のディーゼル駆動発電機を1機搭載した。しかしディーゼル駆動発電機1機では、ターターシステムの保守、訓練用電力を賄えず、一方で2機の並列運転では、電圧が安定せず、システムへの悪影響が懸念されたことから、カリフォルニア州、ロングビーチでの装備認定試験、 SQT の際には、紅白問わず、手機を常時運転して、電力を供給するという、海上自衛隊では、前例のない措置を余儀なくされ、現代武器システムにおける、電力供給の重要性に関して、重大な教訓となった。対空武器システムとしては、アメリカ海軍において、ほぼ並行して整備が進められていた、チャールズ海アダムズ級ミサイル駆逐艦の、 後期立て造艦に準じたターターシステムが導入された。主兵装の艦隊空ミサイルにはターターを導入し、その発射機 GMLS としては新しい単装の MK-13 モッ d 0を5艦班に配置した。ミサイル射撃式装置 GMFCS としては MK-74 を2機搭載し、その案、SPG-51B 射撃式レーダー2機は 第2煙突後方に背負い式に設置された。システムのメインセンサーであるアン SPS-393 次元レーダーは、第2煙突前方のラティスマスト上に、それを保管する長距離対空捜索用のアン SPS-29 は、第1煙突前方のラティスマスト上に設置された。これらの核構成機器は、電気的に直接連接された統合システムを構成しており、 当時の他の武器システムが、いずれも人力操作と艦内通話装置を介していたのに対して、非常に画期的であった。また、このように最新のテクノロジーであるとともに極めてデリケートな取り扱いを要求されたことから、乗組員だからは損数と皮肉を込めて、ター様と呼ばれた。一方、その他の武器システムにおいては、予算と工期の問題から妥協を余儀なくされた。 手法としては、当初アダムズ級と同じ最新鋭の54口径 127mm 単装速射砲、MK425 インチ砲の搭載が検討されていたものの、蒸気の経緯により建造費が高騰していたことから断念され、最終的に50口径 76mm 連装速射砲、57式と MK63 放射撃式装置、 核2機の装備で妥協した。この組み合わせは一時防世代護衛艦の標準装備であった。またソナーは秋月型と同じく捜索用の案 SQS-4A と震度測定用の案 SQR-8 対戦兵器は綾波型と同じくヘッジホック MK15 対戦、迫撃砲と MK32 単魚雷のための MK2 単魚雷落ち射機が搭載された。 このような経緯から、本館は、数字にわたり、計画的な改装を受けることになった。また、1990年、平成2年の定期整備時に、スパーバード衛星通信システムのアンテナが、搭載された。天津風は、第一次防衛力整備計画に基づく昭和35年度、計画3000トン型護衛艦2303号艦として、 三菱重工業長崎造船所で1962年11月29日に寄港され、1963年10月5日に浸水、1965年2月15日に収益し、第一護衛隊軍に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。本艦は立ち風型護衛艦、立ち風が収益するまでの11年間、唯一のミサイル装備艦であり、 トラノコ的存在だった。また、上記のように、開示としては、異例の計画的な改装が、数字にわたって行われたことにより、護衛艦としては、異例の30年間にわたり、第一線活躍した。1965年6月14日から10月9日の間、ターター装置装備認定試験のため、米国、ロングビーチに派遣。 1969年8月2日から9月26日の間、米国に派遣され、対空ミサイル発射訓練等を実施。1972年7月14日から9月26日の間、ターター装置改造に伴う装備認定試験のため、米国、ロングビーチに派遣。1978年12月18日から翌年3月20日の間、 ターター装置改造に伴う装備認定試験のため、米国、ロングビーチに派遣。1980年1月25日から米国に派遣され、2月26日から3月18日の間、護衛艦、比栄及び P-2 j 障海域発揮とともに、海上自衛隊として初となる艦隊平洋合同演習、リムパック8 2参加。本艦は、米空母。 コンステレーション機動部隊、ブルー機動部隊の構成艦となり、演習14回の艦隊空港戦をすべて成功させたほか、仮説的である、オーストラリア海軍空母、メルボルンの航空撃により大破した、コンステレーションへの再攻撃を機として接近してきた、米原戦、サーゴと接敵、これを撃破したことにより、本演習における最優秀艦として高く評価された。4月2日、帰国。 1981年3月27日、第1護衛隊軍令下に、第61護衛隊が新編され、同日付で収益した朝風と共に編入された。1986年3月27日、第3護衛隊軍に直轄艦として編入され、定傾向も舞鶴に転籍となった。1988年3月23日、 第3護衛隊軍令下に、第63護衛隊が新編され、同日付けで収益した、島風と共に編入された。同年7月1日から7月31日の間、護衛艦春菜、餅月、長月とともに、グアム島方面会場実習に参加。1992年7月1日から7月31日の間、護衛艦瀬戸雪、朝雪、 ミネユキと共に、フィリピン方面会場実習に参加。1995年11月29日、除籍。30年9ヶ月の現役期間において、総工程76万4314回り、総工会時数6万2999.53時間に、及び、会場自衛隊演習参加19回、統合演習参加4回、9回の観観式に、 参加しており、最終的には若狭湾沖で対艦ミサイルの実感標的として海没処分とされた。左限プロペラが横須賀教育隊、右限プロペラが横須賀基地、また種怒りが舞鶴基地に残されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。